誰も逃れられはしない。でけえ声出すな。ここにいるよ。無事で何より。どうやらあの鏡で飛ばされてきたようだな。陰の世界というやつね。説明は後にしましょう。今はどこか落ち着ける場所を探さない？なら手早く行動。時間は有限だわ。そういえば、あなたたちの何人かは今年受験よね。どう？勉強ははかどってる？なんか、久しぶりに学校に戻った気がする。あの水車小屋でいいのではないか。おそらく大丈夫だろう。夜の世界はどうやら昼の世界の侵入不可能な場所のようだ。どうやら誰もいないみたいだな。フィア、そろそろ聞かせろ。お前は今までどこで何をしていたのだ？ロゴスにおかしな動きがあったから探っていたの。1年前の戦いの中で私はアリア様を裏切ろうとしていたドライの思惑を知ってしまった。ドライに追われ殺されかけたけれど、なんとか生き抜くことができたわ。そうか、そんなことが。その過程で無視できない情報を得た。アリア様がアーティファクト、つまりあなたたちの言う鬼切り丸のダッシュを失敗したとき、賢人たちはもう一つの計画を実行に移すことになっていた。ロゴスの賢人たちは封印され、忘れられた技術の研究を進めていたの。ロゴスの前身、死者の会が封印してしまった禁断の知恵。賢人たちはその力を使ってアーティファクトを入手し、神の真理に近づこうとした。その力っていうのは？聖人たちの遺伝子と魂を持ち、その奇跡の能力を受け継ぐホムンクルス。ホムンクルス、人造人間ということか。失われたその知識と技術は全てを無に返す力と言われているわ。ニール、
その名の意味は虚無。やはりそうであったか。先ほどのニールは失われた知恵であり破滅の力、まさかホムンクルスだったとは。ホムンクルス、人が作り出したものであれば勝つ方策もある。あとはケテルというものについてか。どのみち敵だということに変わりはなさそうだ。アリア様、問題はまだある。いつせの野郎はニールがクスシ州を攻撃しようとしたとき、なぜと聞いていやがった。天薬寮とロゴスは敵対してたはずだろ。おかしな話じゃねえか。なかなかいい着眼点ね、アトリ君。当然導かれる結論は一つだけ。確かなところは分からないけど、ロゴスは天薬寮の持つ情報を、天薬寮はロゴスの持つ力を望んだとか。安心していい。どうやら敵は仲間割れを起こしているようだし、うまくいけば潰し合ってくれるかもしれないしね。じゃ、そろそろ行くか。薬と食料を確保、それから周囲の様子を見てこようと思う。いいって。傷まだ痛むんだろ。お前たちはここでゆっくり真宙先輩様の凱旋を待ってろ。それほど大げさなことでもなかろう。偉そうに。お、なんか言ったか。空耳だろう。お前に言葉をかける労力などない。なんだと？子供相手に怒るな。行くぞ。わかった、わかったよ。ふん、子供だな。アリア様、今の態度は何ですか？彼らは私たちのために働いてくれているのですよ。そんなことは分かっている。しかし、あの偉そうな態度が。アリア様、後で謝ればいいのであろう。そうです。上に立つ者には時に自分の罪を認めることを求められるのですよ。うるさい。分かっている。変わってないな、お前の小言は。
アリア様もお変わりなく。なぜ笑う？お願いがあるの。ロゴスが関わっている以上、アリア様も私も多分この事件から逃れることはできない。アリア様があなたと同行する以上、私もあなたと行動を共にしたい。また共にあるのだな。またではありません、アリア様。このフィーアの心はアリア様にお会いした瞬間から今まで一度もおそばを離れたことはありません。フィーア、アリア様、どこかに行くのか？いえ、私がアリア様を置いてどこかに行くなど。行ってしまったではないか。私を置いて一人で行ってしまった。アリア様、どれだけ心配したと思っている。どれだけの間お前を待ち続けたと思っている。約束したのに。そばにいると約束したのに。お許しください、アリア様。そんな言葉で許せるわけがない。どれだけ不安だったと思っているのだ。一年だぞ。
なぜ連絡の一つもよこしてこない。申し訳ありません。許せるわけなかろう。アリア様、申し訳ありません。もう離れません。ルベッタかと。ずっとおそばにいます。どこにも行きません、アリア様。唐突だな。おい、返してもらえるならそれが一番ありがたいのだろうが。無理だ。返す気があるなら奪うものか。何か策があるの？いくらなんでもそりゃ甘すぎだろう。ケテルの攻撃スタイルは昨日見た。私の力があればあの男を無力化することはたやすい。ニールが肉弾戦を得意とするなら私も少しは力になれるわ。私の言葉は精神、身体機能を奪うとまではいかなくても動きを制限することはできるはず。とはいえ昨日の力を見ればやっぱり危険ね。いや、おそらく勝機はある。守護者の力がなくなったせいか体を奇妙な力が満たし始めている。戦って負けることはないだろう。いや、雄一、たとえニールどもと衝突することになってもあの力は使うな。なぜだ？はっきり言えば怖え。あの力を使っている時のお前は自分をなくしてる。そのうち本当にお前の魂が消えちまいそうでな。お前にしては随分と消極的な意見だな。お前を死なせたくないだけだ。わかった。力は使わない。鏡が揃えば人類の終末か。ならばまずは我々が使っていた洋館に向かうべきだ。